どうも内山美恵です。久しぶりに筋肉を動かしたくなったので筋トレしに来ました。今回来たジムが初めてなのでどんな器具があるのか動かしながら早速トレーニング行ってみよう。さあまずはね、準備運動っていうよりもこれから体を動かすよっていう感じで足先からほぐしていこうと思います。今日はこの施設で旦那さんがこうトレーニングを見てるんだけど筋トレをしてたので、あ、一緒に混じろうかなと思って私もここに来てみました。チラチラって映ってるんだけど、もう上がんないです。もう上がんない。もう上がんない。よし、まずはチャリを漕いでいこう。軽くね、10分ぐらい漕いでウォーミングアップしていこうと思います。よし、いやー久しぶりだな、ジムでトレーニングとか。上半身のね、筋肉がね、ヨガをやってるんですけど、ヨガでこう逆立ちというかね、ダウンドッグのポーズとかこう手をね、こうやってキープしたりとかはしてるんだけど、パンプアップさせるようなやつってやってきてないから、それ今日ちょっとやっていこうかなって思います。じゃあトレーニング行こうか。結構ね、事務施設みっちりと器具があるんだけど、今日ね、やりたいなって思ってるのがこれ、ベンチプレスなんだけど、私はちょっとね、靭帯切ってたこともあってあんまりやれてなかったんだよね。で、ヨガやるようになってから上半身の筋肉がちょっといい感じにほぐれてきたので、今日はこれのベンチプラスベンチプレスを使って補助してもらいながらね、ちょっと腕を動かしていこうと思います。いきなりね、重たいものを持ってしまうと自分の得意な筋肉とか偏った筋肉でしか持ち上げたりとかできないので、まずは筋肉を呼び覚ます、ちゃんと使えてるかどうかっていうので、綺麗なフォームでねやることを目標に今日やっていこうと思います。仲間がいる時にやりたかったのがこのベンチプレスなんだよね。一人でもいいんだけど、これってこういう感じでやるから、まあ、今日みたいに軽いものだったらそんなに必要ないんだけど、こう持ち上がらなくなった時にこれやばいってなって潰れちゃうので、人がいる時にやろうと思います。はい、もうちょっと話した方がいい。大丈夫、自分の幅、まあ、分かってると思います。はい、何回いきます？10回とか。はい、行きます。手首痛めちゃうので、こういう感じ、縦ですよね、こういう感じの縦で、こっちはゆっくり下げて持ち上げるときは一瞬で、ゆっくり下げて持ち上げてみたいな、1、2、3、まあ、3から4秒一気に上げるみたいな感じです。これを3セットやっていきましょう。はい、このままいきますか。ラスト10。 ありがとうございました。はい、お疲れ様でございました。よっしゃー、はーい。あ、もうなんかこれだけで結構なんかほぐれた感じする。やばい。次、このレッグエクステンションっていうマシンでやってみようかな。ね、書いてある大、何これ、大臀四頭筋、大臀四頭筋と大臀四頭筋を鍛えるみたいですね。
上げるときはピンってやってゆっくり戻してピンってやってゆっくり戻してっていうのをこうふーって吐いて吸ってふーって吐きながらこうやるとですよ、歯食いしばってうーって息止めちゃうよりもちゃんとね呼吸はね止めずにやるのがポイントです。ただこれハウトゥーみたいになっちゃってるね。大丈夫かな。何個かやったけどやばいね。特に上半身がやばい。全然ね、あの最初のベンチプレスが思ったよりちょっときてるね。あーやばいやばい。いやいい感じですよ。これはもうねちょっとね熱いもんだって。水分補給しなきゃね。あーじゃあよし、最後はストレッチしていこうかな。ストレッチの動画とかヨガの動画出したいなね。でさ、みんなで一緒にやればよくないって思いました。もうね、骨盤周りだけはねそこまで柔らかくないのよね。ちょっとまだ浮いちゃうんだよね。この前屈だけでもいろんな角度でやるようにしてるんだよね。なんていうの、こう丸めた状態でこう伸ばすのもいいと思うし、足の甲をこうやってキュッて伸ばすところと足をちょっと開いた状態で伸ばす場所もまたね伸びてく部位が違うし、足をちょっと内側にしてみるとこっちが伸びたりとか、逆側こっちまたね効いてくるところが違うんだよね。背筋を伸ばすとちょっとねこっち側が伸びたり、丸めるとこっちがね伸びたりとかしてくれるので、ちなみにこれぐらいいきます。よし終了。お疲れ様でした。やばい、プロスノーボーダー内山美恵、山か降りればただの人だった。もうね全然できなかったっす。マジでもう超ヘタレです。やばいです。まあ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 ね、言うてもねこうやってやることが大事ですからね。今はもうねいろんな筋肉の種類がありますから、本当にね体力がなくてプロ上がった時もよく、もう高校時代もね体育走らせたら後ろから3番目、専門学校に入っても走るの本当に一番遅かったりとか、もうトレーニング全然できなくて、へえへえもうメニューこなせませんみたいな感じだったんですけど、まあ、そんな私でもねだってね継続をねすればね、努力さえすればできるということですよ。元のスペックがそんなに良くなかったとしても。はい、久しぶりにトレーニングをしたんですけど、今度は今やってるねストレッチとかヨガとか一緒にできるようなね動画とか出せたらいいかなって思いました。またねやってほしいこととかリクエストありましたらコメント欄でぜひぜひ教えてください。いかがでしたでしょうか。この動画が良かったらグッドボタンと、まだの方はチャンネル登録お待ちしております。ツイッター、インスタグラムいますので、内山美恵で検索フォローよろしくお願いします。
本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。